んないいとこ出てると思ったらスリカノじゃない。山辺先生じゃないですか。いや、さすが私の教えた弟子だけあっていい音だしね。ありがとうございます。何何、花粉またやってんの？いや、始めたばっかりなんです。おうおうおう。でもやっぱ手だけで全部出すのって難しくて、まあね、舐めてくなったら今ね、花粉は何でもね難しいよ。長い練習が必要なんでね。簡単かと見せかけて、まあ、そういうね、ちょっとね、もうちょっと横着したい人にはね、はい、あの僕がたまにやってるけどバスドラムのイメージでペダルをこう逆さに置いてね、なるほど、逆に置いてかかとで踏んで出すっていう裏技もあるんですよ。ああ、うん、それ便利ですね。でしょ。いい。でもね、欠点があるんだよ、はい、持ち運びが大変なんだよ。ああ、確かに、これ持ってペダル持つってことですよね。そうそうそう、結構お荷物ですね。お荷物だ。女の子だから大変だと思う。重たくてね。なんかもっと簡単に持ち運べるのとかあったらいいですよね。ないかな、あるよ。下下下下って結構しかない。中中中中、あ、何？なんか。お？こんなとこに花粉キッカーがありました。なんじゃこりゃ。ちょっとこれ先生、多分こうですよね。あ、なるほどね。はいはいはい。それがあのペダルのこれビーターってやつだね。これは、はい。でもどうやって使う？あ、そうか、多分ね、これベルトがついてるってことは、はい、こういうことじゃないの。わー、ほんとだ、ぴったり。なんで、まるで計算されていたかのように。ほんとだ、素晴らしい。ちょっとね、長さ調節もできますね。そう、長さ調節をしてね、こんな感じってやつ。わ、はい、なんかとてもやりやすそう。ちょっと、やってみよう。良くない？これいいですね。これめっちゃいいですね。何これ、目から鱗。本当、これってかなりバスドラみたいだね。確かにね、うん、ドラムみたいに演奏できるかも。手が自由になるし、ちょっと先生やってみてください。マジで、これ良くない？だから使ったら、ね、うん、使ってみりよ。っていうかこれ俺がもらってるからあのなんかね、もう一つのあったら自分で使えばいいんですか。もう一つ買ったら先生これまた通バスできますよ。またそんなギャグみたいな。そんな誰も絶対せんよ俺。いやいやいや、絶対しない。あ、こんなとこにもう一個あった。そんな都合がよくね、もう一個あるやないか。はい。え、こういうことですか。わ、じゃあ、お、マジで？どうします？ 2 個追加本しますか？そうね、っていうか絶対なんて言ったくせにこの好奇心に勝てない私は何なんでしょうか。あ、かっこいい。こういうことですか。でもこれは持ち運び大変ですね。もうそうもない。ごめんなさい。なかなかこっけ。じゃあちょっと行ってみますね。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。すごいですね。こういう風にもできますね。内股でね、はい、あのいいんじゃないの。ああ、正解ね。あー、いい晒しもんですね。でもね、先生思いついたよ、はい、先生いろんなジャンル演奏するからね、はい、こうやったら、あ、ほら違う音が、ね、そうね、今のツーバスっぽかったけど、これだったらちょっと例えばなんだろうね。そうね、
これ便利よ、いいね、いいですね、これ横の時、あれビーター変えたらもっといいかもしれないですね。そうね、ここ取り外しできるから、うん、アイディア次第でなんかいろんな音出せそう、うん、出せる出せる、いい、なんといっても軽いのがいいね。そうですね、めちゃめちゃ軽いね、うん、なんこれ、でもちゃんと機能してる、うん、はあ、なんと収納できたよね。そうですね、ここに入れられるから、うん、はいはい、外して、外しの、こんなちっちゃくなって、うん、この袋に入れて、で、入れる、そして、はあ、からって変えるこれいいね、これいいですね、まあ、ほとんど別に持ってってる感がない。そうですね、一個これあれば、これがあれば、プレイが広がると。そうですね、なんともすごいな、 よく考えたなこれね、うん、素晴らしい、うん、えらい、 ありがとうございますあ、違うか、君が考えたんじゃないのね、はい、これ天の声が教えてくれたんですけど、これおいくらぐらいですか。うんと8000円台ですね。8000円台、安い、安いね、マジでペダル買ったらやっぱ1万何歩するしますよ ね、 ね、なんと素晴らしい魔法キッカー、ぜひ使ってみてください。イエーイ